サンダーバーズはアメリカ合衆国空軍に所属するアクロバットチームで正式な舞台名はザ・ユナイテッド・ステイツ・エア・フォース・エア・デモンストレーションスカドレンであるアメリカ空軍の非公式な極技飛行チームであったスカイ・ブレーサーズを発展解消させたものとして1953年6月1日に発足した現在の本拠地はラスベガス・ネディス空軍基地である 2008年10月運用中の航空機は、ス -16、白、青、赤のトリコロール配色と、機体下部に描かれたフェニックスのペイントが特徴で、アメリカンスタイルと呼ばれるロッキ変態でのアクロバット飛行を行う。旧来より、アメリカ海軍のアクロバット飛行チームブルーエンジェルスと、ライバル関係にあり、共に、世界で高レベルのアクロバット飛行技量を誇る。近年では、 回 -16 を使用してギリギリまで2機を近づける飛行が多く披露されている。飛行中の両機関の距離は世界最短となり、ネバダ州で披露したこの飛行はギネスブックに登録された。ニューヨーク上空で展示飛行を行うサンダーバーズ2003年9月14日の墜落事故で回 -16 から射出座席で脱出するパイロット1971年秋。 以降日本には来ていないブルーエンジェルスとは違い、サンダーバーズは日本での展示飛行の機会も多い。2009年10月15日千と基地でカリプソパスを披露する5番6番機会84回時代のサンダーバーズによる変態飛行初期からジェット戦闘機を使用して各地のショーを回っていた。初代の使用機は回マイナス84であった。 サンダーバーズは1964年に1年間だけ、ス -100 号サンダーチーフを使用したことがあった。しかしス -100 号の巨大な機体、高い翼面荷重は、アクロバット飛行には不向きであった。また、1964年5月に事故を起こしたことから、再びス -100 を使用機に戻した経緯がある。 カイマス -100 に次いで使用された機種はカイイマナス -4 ファントムであった。しかしカイイマナス -4 も機体が大きすぎてアクロバット飛行には不向きであった。こうしたことからカイイマナス -4 もわずか4年間の使用で T-38 に変わった。T-38 はアメリカのアクロバット飛行チーム初の練習機となった。T-38 は空中給油ができない機体である。 都合上からエアショー会場への展開は常に給油のため経由値が多くなり、また海外派遣も不可能になってしまったものの燃費と機体性能は良かったことから回マイナス4以上の機動力を見せつけた。1982年1月に T-38 は一度に4機が墜落するという前代未聞の大事故を起こした。そうしたことから t 十八は 使用打ち切りとなり、サンダーバーズ自体も活動停止の危機に陥った。しかし1年後の1983年に復帰し、機種はカイ、回 -16 ファイティングファルコンに変わった。現在でも回 -16 が、継続使用され、サンダーバーズの歴代使用機の中でも長老機となっている。回 -16 は、今後もしばらくの間サンダーバーズの使用機として、活躍することになる。 ボーイングではアメリカ空軍が練習機として採用した T-7A レッドホークを回 -16 の後継機として見込んでいる。ありがとうございます。